今ここに最強の GTR が集結した。5社集結、チューニングの歴史は今始まる。 GTR 最高速テスト in ワーカル北海道。ありがとう。何キロ出ました？324、5キロ。嘘、24、5キロだ。24ですか？324、そんな出たの？20いった。なんだよお前、今回まさかお前あの100円200円ぐらいの車、いつものお前そんな車持ってきたんじゃねえだろうなお前よ。今日は35GTR。 35?でそこからアクセルを開けていって、でギアをどん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 つないでいく。スーパー GT 仕様 GTR。 トカチ24時間参戦するにあたって、ところでミッションが壊れやすいって本当なの阿部ちゃん？ちょっと中身開けてみないと分かんないですね。マグロの解体ショーのごとく早速容赦なくバラす。制御システムを全て取り外すと機械式6速ミッションが見えた。で、あーこれ中落ちとる。おる派遣がいるよ。発見。世界最高のドリフターたちが見せた世界最高の戦い。今回は D1 ポイントホルダー全選手が自ら選んだ2008年一番のドリフトを車載映像で徹底分析。 D1 インカーカメラベストセレクション2008。時に疲れて、さあコカ・コーラコーナーでインに入ったユンケル。ポルシェ IS350、 あさあクロスラインになる。 100R は IS がイン。まあでも目標である記憶に残るレースができたんじゃないかなと思います。そうですね、序盤戦26とのバトル楽しかったですか？かなり楽しかったです。